どうも、赤ぶじせよ赤ぶじまじま TV! はいせーさあ、今回から、はい、戻ってきました二郎系です来ましたね立川増し増し、立川総本店、はい、まあ、立川増し増しの1号店ですね、うん、前回、こちらでは確か何かを食べておりまして、はい、2回目、3回目です何かを食べておりまして、はい、いろいろ食べてますんで、ま、家でマシライス作ったりねあ、そう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 、はい、そんなもありましたねかなりお世話になってます、はい、はいで、ラーメン玉屋形ですね、はい、いつもの、いろんなお店がひしめき合ってる中から立川増し増しを選んで、うん、今、うん、話題のメニューがですね、あるんですよ、まあこういったね、うん、いつものデフォルトメニューがわーっとございますが、はい下の方にあるこの期間限定麺でですね、はい、まあ正確に言うと期間限定麺ではないんです、なんでしょう、はい、こちらなんですね、うん、ラーメンライスなんですが麺なしなんですおはい麺なしラーメンライスこいつが麺なしラーメンライスどんなものなんでしょうかライスじゃんまあまずはこちらです麺なしラーメンライスライス 500g 新鮮、はい、メンマウクラバラのことであっパンがラーメンとライスを頼むだけですこれは今のところそうですが、はい、ひとまずコールがないんですね野菜増し、なんかはできません有料トッピングでしか買えません、うん、その代わりに、うん、ねライスはなんと 500g まで自由に調整可能ですデフォルトでメンマ、ニラ、豚2種類、柚子のね、かけら、あと胡椒なんかもいっぱいかかったパワフルな、汁が来ておりまして食べていきましょう、はい、まあ、いつもね、豚から食べますんで、うん、まあ、まだラーメンですよねラーメンですねこれラーメンですよ、はい、はい、豚を量も食べていきます、はい、トロ豚なんですね、うん、いや確かマシュマシさんね、うん、こんなトロトロだったかなってぐらいトロトロあ、まあ、見た目でもすごいわかりますねはいご飯が合うねいいっすねめちゃくちゃ合うね豚とご飯、ねうんこれライス500は必須だと思いますはいはいはい、はい、どんどんなくなっちゃいます、うん、さあスープまだラーメンですねまだラーメンですねスープですからやっぱなんとなくもうわかりますけどはいたぎまるなる非乳化ですおい、はい柚子風味、生姜のキレ、はい、二郎系のスープとは思えないですね、うん、かなりすっきりとしている、スープですね脂っこさもほとんどないです、はい、でこれ麺よりライスと合うように開発されてんじゃないかなっていうのがちょっと垣間見える、 なるほど、だからこそこのスープだということでね、うん、さあ油野菜、はい、まだラーメンですよねラーメンですね、はい、大体この辺り麺いかないですからそうですね、コールできない割にですね、うんとてつもないマシマシ具合すごいですねなんですね上にこう見えてるじゃないですか、はいはい、これ標高がないように見えて、一番下から野菜なんですね、うん、あすごいですねつまりこれで麺が入ってないということなんです、うん、なるほどね、はい、もう定食ですね定食ですは、はいはい、スープありの定食という感じですね、うん、で油も結構ね、うん、ぶち込んでくれててかなり量ありますねもやしこれこれこれですよすごいな、ジャンク具合、助かりますが、うん全て野菜なんで、うんかなりヘルシーだまあ確かにいうことで、はいはい、ここまでご飯とね最もこう食べ合わせてますのはこの野菜ですけども、うんはい、スープの旨味がしっかりと染みついたくた野菜になっているので、うんうんうんもり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 お箸が進みますこれは米進みますわ進みます、うん、でここまで結構食ってますがまだこんなもやしの塊があるんで、うん、のっけちゃいます、うん、はいはい、はい、まあメンマもね絡みついてますけども、はいはいはい肉巻きにしていきますよ、うん、ということで肉巻き野菜丼です、うん、わーいおいしいなんか家みたいですね家でこういう飯たまに作りますけど、立川屋ですね、うん、本当にね細長い豚バラ肉これ味付けはあんま穏やかなんですけども、うん、ちょっとしゃぶしゃぶ感覚で食べれるというのは面白いですね、うんうん、野菜とこの豚ということでね、そしてザクザクもやし、うん、これねあの野菜、まあ、二郎系だとキャベツ入ってますけども、うん、キャベツ入ってませんね、うん、その代わりニラ生姜のキリッと味、うん、ね豚の臭みを抜いてるんで、うん米との相性がいいですね、うん、ね油混ぜるのがさっぱり感じますああそんなにはい、うん、というわけで、はい、ニンニクですよ、うん、ね立川真島さんは、うん、コールでニンニクはございませんので、卓上のセルフニンニクで入れていきます、はいはい、胡椒もね激しく入れていきましょう、うん、ねこれラーメンでもニンニクあここでうおーんとやってますが麺みたいにもやしなんですねニンニクもやし美味しいです、うん、はいさあそしてうずらもいきますが、
ラーメンにトッピングしたうずらってね、これいつつまんだらいいのかがちょっと分かんない時がありますけど、まあうずらとご飯ならいつでもどうぞということで、はい、これもあの必須で頼んといいと思います。でメンマはデフォでもいっぱい入ってるうずらとメンマなんで、はい、このように、まあ食べちゃいましたけどこれダブルで一緒に食べるの多分初めてじゃないかな。あ、まあ確かにね、はい、うずらメンマでございました。はい、さあそしてバラのりを頼んでますが、これをですね、ご飯にね、ほうほう、こう敷き詰めていくんですね、そしてここにちょいちょいっといくつかトッピングをしていきます。あ、まだ残してますよ。ライスのトッピング好きっすね。いやー、ほんとね、いつもやってるのをなんで僕動画いつも撮ってなかったんだっていうことでね、バラのりマシマシライスです。じゃあここにね、ニンニクも乗せて、その後にスープをですね、巻き散らしていくんですね。ガガガガガッと、これにはね理由がありまして、後ほど解説をしていきますが、まずはね、お肉に、結構磯の香り強めのりなんですね、こいつが。はい、なんでちょっと海鮮風味な丼になってね、なるほどね、美味しいっすよ。これはやっぱ立川マシマシならではですね。この家系だとね、こういう、はい、ね、なんかカスタムするみたいなありますけども、ありますけど、これは立川さんオリジナルですわ。オリジナルですね。ブロケでなかなか見れない、なかなか見れない、でスープかけることによってですね、はい、先ほどのバラのりがしっとりしてきて、ご飯と一体感を生むんですね、はいはい、なので結構かけた方が美味しいと思いますね、あとライス、僕今回500、これ多いかなって思う人いますが、麺量茹で前500とは意味が違ってきますんで、はいはい、大体二郎で300の麺食える人は、ライス500も全然いけると思います。なるほど、なぜなら、パックのねご飯、300g で2杯って書いてあったんで、はい、はいはい、なので 3.5 いける人は、まあ、500ライスもいけると思います。大体普通の佐藤のご飯とか180とかって、ね、そう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 、はい、あれ、まあでも、あれ3個ぐらい食ったらすげえな。3倍ぐらいってことですね、これ。でもいけるよ、皆さんなら。皆さんなら。皆さんならいけます。はい、食べてる姿は見たことないですけどね。はい、というわけで、まあ、マシマシレベルは89と、はい、04、ということでしたね。麺量一応ゼロとしておきました。まあ、麺量はね。麺量ゼロですね。米量はね、あれけど。はい、ということで久々の二郎系ですね、はい、まだこれがまさか米とは、米です、はい、まあまだ歯がないんですけども、はい、もう歯ぐき OK なんで、歯ぐき OK、 歯ぐき当たっても痛くないんで、これでどんどん食べていきます。はい、こっから食べていきます。草食動物が歯ない代わりに歯ぐき進化したみたいな硬くして、いや、ここでね、人類の進化も見れるということでね、私のために買った1000円の材質がね、速攻でこう、占領されるという、ドミネーション猫を見ながら皆さんとお別れです、はい、ごちそうさまでした、はい、して